大狂乱のバトル降臨。ちょっと久しぶりなんですけども、出現する敵が赤が多いので、赤に対応するキャラを中心に編成組んでみました。最強戦士極むずれ、いざ出陣。ちっこいからね、そんなに強そうには見えないんだけど、勝てなかったの。ずっと勝てませんでした。もう城まで来られちゃいました。赤井さんの攻撃も激しい。負けました。では改めまして、今回のキャラクター編成。1番明王の剣士レベル20、2番大狂乱のゴム猫レベル35、3番マキシムファイターレベル40+1、4番大狂乱のむき足猫レベル34、5番猫カンカンレベル36+1、6番ゴム猫レベル20+23、7番飛脚猫レベル40、8番狂乱の猫クジラレベル25、9番猫パーフェクトレベル40+4、10番クロノストリガーレベル29となっております。ではこの編成で改めて最強戦士極むずへ、いざ出陣。アップルをやめてゴム猫を入れて壁を増やしました。さっきよりもね、赤いやつらがね、赤いやつらがね、私の城に近づくのを止めてくれてます。壁が止めてくれています。クロノスも壁が守らなきゃ。私の城がすぐここにあります。あっちに押し合って、あっちに押し合って、向こうに押し合って、よし、向こうに押し合って。来たよ、来たよ、来たよ。あー、ちょっと危険、ちょっと危険、ちょっと危険、大丈夫？クロノス2人目出動しました。あ、1人目が消えちゃったけど、また新たなね、体力いっぱいの状態でもう一回クロノスが出れました。アカラさん消えたと思ってもすぐやってくる。
怖いぞ怖いぞ、大丈夫か。なんとかクロノスを守ってみんな。このバトルはいつまで粘るんだろう。なんとかね、城には近づけないように頑張って。そっか、やっぱりここも壁がポイントだったのかな。ここまで来たら勝ちたいので緊張しています。あ、ニャンダムが消えた。ニャンダムが消えたおかげでクロノス復活。バトルも粘ってます。バトル猫も粘ってます。結構お姉様たちがいっぱい出てきました。あー消えたあとは全身あるのみ。いくよみんな、かっこいいです。なんかみんなかっこよく見えます。勝ちました。ピョーランドバトル猫第3形態へ進化可能です。ピョーランド勇者猫レベル12です。ほとんどね戦いに出てなかったので、バトル猫が狂乱の勇者猫であること自体をね忘れてました。ごめんなさい。ではちょっとね、狂乱のバトル猫レベル20まで上げたいと思います。そして進化、カリスマ暗黒騎士に弟子入りした戦闘向きのキャラ。赤い敵に滅法強い大狂乱となることで、さらに体力と攻撃力がアップということで、無事勝利することができました。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。